はいさーい、はいさーい、はい、皆さん本日はですねカヤック動画なんですけど、なんとこちら沖縄でカヤックの釣りのブログをやっているスペシャリストデブジーさんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん本日デブジーさんからおすすめの釣り方をちょっと僕盗みたいと思うので、サウザーになった気分で石を超越していきたいと思いますさあそれでは今から出発したいと思います。行ってみましょう。この沖縄の海にどんな生物が待っているのか。皆さんただいま冬です。冬というのはですね魚の活発がものすごい悪いって言うんですけれども、今日はその賢者モードの魚たちに、何を意識しアピールしていくか、これで今日の釣果が変わっていくと思います。はい、皆さんデブジーさん早速竿を投げております。今聞いた話によるとここはイカも釣れるそうなので、イカを狙ってみてはということでアドバイスをいただきました。さあ今から僕もイカを狙いたいと思います。ただいまイカを狙うんですけれども、イカを釣るためにはもうこちらですね、皆さんイカエギというこの疑似餌を使って、これをですね投げて沈ませてまたしゃくって、沈ませてしゃくるというこういう釣り方でイカを釣るので今試したいと思います。さあ釣れるんでしょうか。まずですね、まず投げの沈ませるんですね。沈んだと思われましたらしゃくる、そしてまた沈んだらまたしゃくる、この繰り返しですね。本当にこれでイカは来るんでしょうか。デブジーさんがですね何か捕らえたい方なのでちょっと確認していきたいと思います。皆さんちょっと分かりづらいと思いますが、今彼は手に何か持っております。その正体は一体何なのか。あの動きは皆さんエイリアンのような何かを持っております。さあそれは何でしょうか。デブジーさんこちらイカを釣ったようですね。あ、美味しそうですね。これちっちゃいから苦そうね。あ、苦そう、優しい。皆さんこのデブジーさんは心イケメンなんですね。こういう小さいの逃がしてあげるというこれはですね全ての釣り人に、見習ってほしいところでもあります。デブだけど食べないで逃がしてあげる。デブだけどチビは逃がすという、これは寛大なデブですねこんなのがうようよいるんですか。まあそんな多くはないね。多くはない。1日2、3匹釣れたらいい方じゃないかな。2、3匹ゲーですか。どんどんやっていきましょう。了解です。さあ皆さん何か来ております。何か来ております。これはデブ来ました。皆さん来ました。こちら、お、釣れました。皆さんこちらですね、イカですね。綺麗なイカです。真っ白です。この半透明まさにエイリアン。皆さんこの沖縄の海はですねこういうイカがですねあっちこっちにいます。それから彼をどうするか。僕もですねデブジーさんさっき逃がしてたので家に持って帰りづらいという状況になってしまいました。このサイズ逃がしましょう。胸が痛い、いや逃がしましょう。いい子にしろよ、大きく育てよ。さあ先ほど1匹が釣れたので続けて行ってまいりましょう。いや皆さん寒いですね。かなり寒いです。真冬こんな寒い時期に釣りなんていうのは皆さんこれは本当に地獄のような感じです。寒いです。なんとかあったかい思いをしたい、気分だけでもあったかくなりたいですね。夏を思い出してます。夏休みはやっぱり短い、やりたいことがたくさんありすぎて休みが欲しくなりますね本当に懐かしい歌ですね。ふと頭によぎりました。さあこうしている間にも魚さんたちはうごめいている。このチャンスをどう生かすか。頑張れサンタンク。ああ本当に釣れるんでしょうか。今イカの反応を伺っております。これで来てくれるのか。どうにか食いついてほしい。さあそれでは皆さん本日の沖縄の海はどうなっているのか。皆さんはこの海面の中、さて何が見えるでしょうか。何かいるんでしょうか。その光景は未知数。ではどうぞ。
い、皆さんご覧いただけましたでしょうか。この海に何がいるのか、さあどんな可能性があるのか楽しみです。続いて頑張りましょう。変わった人ごと調子は同様、抜ける街角足音くぐれば地元で解放、対応力つかニコ生マイオ放送ニックネーム336。